なあ、アサシスちゃんを譲ってくれ。あんたまだ言ってんの？諦めたんじゃなかったの？気が変わることだってあるかもしれねえだろ。風の吹くまま気の向くまま、俺様たちガンマンは流れ流れていくんだぜ。つまりお前さんの昨日の考えが今日にはあっさり変わることもあるってことさ。どうだい？西部劇じゃないんだし、わけのわからないこと言ってんじゃないわよ。 A ちゃんが混乱してるでしょ。意志は変わらずってことか。また日を改めるぜ。じゃあな。ジョーは何を言っていたのですか？諦めてないことしかわからなかったのです。あー、レイちゃん、特に気にしなくてもいいわよ。でも、あの人どうしてあそこまでレイちゃんにこだわってるのかしら。前にレイちゃんのこと、ドジでアホなことやってるけど面白いやつだって言ってたわよね。でもそれってレイちゃんを諦めない理由としては正直微妙よね。何気にひどいことを言われている気がするのです。でもそれならデイジーちゃんとか他の子もいるわよ。そうです、 GGO の AI は他にもたくさんいます。ちょっと考えたのですが、私はジョーのことをあまり知らないのです。だからいろいろわからないのかもしれません。私はもっとジョーのことを知りたいのです。おお、バザルト城をトレースするってこと？そうね、私ももうちょっとバザルト城のこと知りたいかも。はい。